せるなと言いたい。安倍元総理は何を語ってるかといったら、戦後のジムからの脱却を抱えたからです。岸信介しても日米安保総務的に対等な条約の仕事、こういう日本を自立させようとした人たちを我々は保守と呼ぶのです。一方、宏池会出身の政治家はどうか、大山選手は中国と国交正常化な扉を開く。鈴木鉄工は日米首脳会談の後の会見で、日米同盟の同盟に国的意味合いは含まないという見解を示す大失態を呼んでいます。極め付きは日本が米中と東京で使う日米という生産活動を加えた緊急派の加藤浩次です。一位政治家がよくこんな滑稽なことを言えたものです。今挙げた宏池会の人たちは皆言語体制を守ろうとした政治家ではないです。政治家ではないです。しかしは宏池会の会長たちをずらっと乗る、今そのトップを走っていれば自分だとアピールしたかったのかもしれませんが、逆効果です。もう一つ、岸田氏は岸田ビジョンの中で嘘をついている。岸田ビジョンの中で吉田茂元総理は戦後の経済成長を最優先とし、安全保障については同盟国アメリカとの関係を軸とする軽武装、経済外交を国家戦略とする吉田総理に強調しました。と書いてある、はい、ところがですね、いつ吉田が吉田総理を提唱したのか、学者だったら即失格レベルの間違いです。ダレス国務長官顧問は大統領特使との会談で、吉田は日本の再分離を打診され拒否しました。理由は2つです。1つは戦争で負けたばかりで日本人の軍事アレルギーが強かったこと、もう1つは軍事に回す金がなかったこと。そのことを知った東工大の永井陽之助さんが、吉田は立派な政治家である、これは吉田ドクトリンだと言ったと。永井陽之助さんが言っただけなんです。何も吉田がですね、吉田ドクトリンを提唱したわけじゃないんだ。そういうのをちゃんと読んでね、こう言ってまあ、加藤先生が怒ってるわけですよね。吉田ジェルマン死ぬ前に回顧録みたいなのつかんでて、ね、あれでもう結構まだ自分がその時に棚上げしたのが残ってること自体がまずいって回顧録で書いてるんですね。そうそう、だからあの時は良かった。はい、しょうがない、はい、だけどもう時代が経って当然変わると思ったら変わんねえと、こういう話ですよね、はい、うん、いやこれなかなかね、やっぱり拓郎先生、さすが拓郎先生だ。日本人が非武装で行けるんだったら行ってしまおうっていうことに慣れちゃって、うん、戦争に兵隊としてね、そうそう、行きたくないっていうのがそのまま定着しちゃって、 そのまま変な国になっちゃったって。あとですね、これ読んでるんですけど、さっきもちょっと言いましたけど、CLP 問題ですよ。これがですね、88ページです。88ページ。立憲民主党 CLP 問題で審議枠。言わせろ。フリーのライターです。これもね、だからその CLP 問題、国家のままなんだよね、立憲は。そうですね。うん、でおかしいでしょ、これどう考えても。あれ、寒いよ、うん、新しいさ、あれもさ、追求しないんだよな。そうですね、うん、で福山の責任があるんだけど追求しないもんね、前。だから中立のように見せかけといて、うん、まあ、ネット放送をやる形にしてたけれども、立憲側がお金も出してたし、立憲側を支持する人たちばっかり出してた。そう、小泉総理とか含め、うん、松本総理とかね、はい、吉田大輔やってたわけですよ、はい、片棒を担いでたんですよね、うん、まあ、津田さんとか知らなかったっていう、知らなかったって言ってるんですよ、はい、うん、知らなかったじゃ済まないんだよ、うん、
で、ダッピーの問題だけにね、そうです自民党がやってたっていうね、大問題にしながら、はい、自分たちは、ダッピー全部やってたから、そうです、うん、自分たちは、あれ大事だわ、はい、ダッピーの問題とちょっと違うんだよね、はい、東京のためにお金、食べきれるお金だって何の問題もないから問題は政党からの仕事だもう一つ、それが国際政権の状態で東京のメディアなんて言ってたら3000万円以上あって今マンスリーとか1000万円入ってると考えるとバッピー問題が問題に菅田大輔とかの中心のところが、まあ、告発したりとかここになんか上があるそうそうたるね、全然ね、抗議この人の目的は、CFP 問題を期待してるんだけど自分たちはね、なんで出てるわけそうですそのことはどうなのか仲裁の公演と指定した人は、公開の社内第三人に決定した検討の CFP 対応を求めますと言ってるんだけどじゃあ、自分たちは何なの出て言うのを喋ってた茂木理想のとても失望しちょっと交代支援者の同じコメントだと思うキリオスメディアの距離は手に取られるテーマを言ってんだよだけど CAP に本当の存在だったんだよ何なのそのことについてちゃんとあの社会をしてんだこの一件の数字を持つ福山住所の回答で表すと、どんだけ300人の違いがあるのか、もう集めて質問の金額を付けた。その質問を数字を持つと、たどっていく4回の腕も CFP だ。大手国交大臣の発行堂だと。発行堂が政府本部に向かったら、なおこの発行堂に有事を持つ。しかも党内で福山さんが本人の経営面と近くの人を知らない。ブルージャパンの新定着を図鑑で検討するようになっているこれやべやっぱりこの秋山というのは秋山さんはですねこのブルージャパンの規模で絡んでいてこのブルージャパンというのは学生運動のチームメンバーが設立に関わってされる、会社でウェブサイトや SNS という情報宣伝でイベント事業の企画を主に行っているがここに一見から SNS の2017年に1846万円、18年に1億7015万円、19年に3億8366万円、20年には3億4591万円、合計9億1818万円の支出、はい、このブルーネパっていうのもおかしな組織なんですね。そこを徹底的にやっぱりその追随しないといけないと思います。秋元さんっていうのは中央大学で社会党の青年組織が出てきた、はい、社会人学で、はい、青年同盟解放派、はい、活動家ですよ、ね、もうこんなの人をなんか中枢に入れてね、そうですね、それでもお金を返してやってくれたよ、はい、立憲民主党としてはいろいろおかしなことなんですけど、もっともっとこれついていかなきゃいけないですね。これも新聞はほとんど書かない。そうですね。ああ、最初ちょっとその事実として書きましたけど、これも追及は全然ないです。はい、
Thank you.
煮干し売ってなかったんだ。俺ちょっとちりめんじゃこ、Thank you.
なんか人口もね、そこまでね。
次は6位ですわ。ね、最先の電子マネーになって。最先の電子マネー。今、なくなりつつある。どうなんだ。どうなんだ。ただ貧乏でどうしようもない需要的には
から逃げられないですけど、うん、まあまあ逃げれる、うん、あの人たちっていうのはもう結構他に、うん、あの変えてますから、そう主の自由がないとどうしようもない、うん、そこにいられちゃう。じゃあデジタル金融庁が来れるのかなと。中国がってもはさっき言ってるから、ね、テンポがあって、うん、それで例えばアジアの東アジアは全部これでいくっていう形に、うん、結局軍事力が上がってしまうと、うん、それをやろうとする押し付けるようになる、うん、というふうには思いますけども、ただまあ石油とかは抑えられてないですからね、まあ、石油の決済なんですけど、そこが人間になってくるような未来に力つけると、というように森田さんに、はい、お見事でコロナ終わったって森田さんとあれもありますね。それからマートキンズさんですね、文芸新聞の組合と岸田論文、はい、これを徹底完全に読んだ、そうですね、これもぜひ、はい、読んでいただきたいと思います。まあいつもは陰性運動を持ち込んでますけど、ヒーダさんという人はもともとフジテレビ労働組合の組合長です。で、その社内の信孝さんに引き抜かれてっていうのは、お前労働組合活動やったら出世できねえって言って、社長室長させて、秘書にやらせて、で、引き上げるんです。だから、もともとやっぱ労働組合の組合長やってただけであって、オルグスに力が強いんですよ。つまり資本の論理じゃなく、その人をこう、要は共産党政治ってそうじゃない。なんか安倍とムチで、ムチは耐え方がうまいんです。まあ俺に逆らうって言うだけ。とか、壊すぞ。とか、すごい、やっぱうまく使うのうまいんですよ。あ、思い出した、隅田さん。その後、その産経新聞の社長の人。隅田さんにスパイをやるんで、お前これで、クーデター成功したらお前産経新聞の社長にしてくれっていう約束でやってるわけです。スーさんを出したのが、ヒエラさん、すべてクーデターですね。で、クーデター成功しました。でも、別にそのヒエラさんはフジテレビの大株主なわけではなんでもないんです。だから、そういう時にその社長が取る手段って何だと思うんですか？フィルメークバイヤー。大株主を作らない。ばらけさせたい、よりばらけさせたいんです。で、しかもね、当時、フジテレビというのは 51% 日本放送の子会社です。でも、日枝さんっていうのはフジテレビの人だし、今やラジオよりテレビの時代で、圧倒的にテレビが強いわけです。なのに、ラジオの子会社。それを逆転させたよ。で、これ会社も、まあ、当時は商法ですけど、決まってるんですけど、親会社が 25% 以上の株を持ってる場合、子会社は親会社の株をいくら買っても議決権が発生しないです。まあ、つまり、要はフジテレビが日本放送を子会社にするとしたら、フジテレビが日本放送の株を買わなきゃいけないけど、日本放送が 25% 以上の株を持ってる限り、
そうなんです。そうなんです。それをやるために実は日本放送とフジテレビを相次いで1990年代上場させるんです。上場して公募増資ってすると株が薄まるんで、といってもやっぱテレビ局なんで時価総額何千億もあるから、そのフジテレビの儲けだければ到底それを買い切れないんです。なのでそうやって上場して資金調達しつつ日本放送のフジテレビ持ち分をどんどん減らしていくわけです。あと聞かないひろあきさんの持ち株比率もどんどん下がっていくんです。それをもう要は十何年かけてずっとやってきてるんです。聞かない系の方々がそう思ってるわけです。うん、それをどんどん薄めていくわけです。増資をしてどんどん薄めていって、はい、で日本放送の株も買うわけです。フジテレビの同時並行でその上場してやっていくわけです。でその頃ちょうど外資規制っていうのがテレビ局に入ったんです。それは何がきっかけかというと、テレビ朝日を、外資が買収しようとした事件っていうのがあって、1990年代初頃にソフトバンクの孫さんとデパートマードというニューズコーポレーションという、海外 の、 そのメディアグループを持ってる社あのオーナー社長が共同で突如テレビ朝日の株を 20% 取得したんです。でこれはどこから取得したかというと、オーブン社。でオーブン社は実はテレビ朝日新聞社とオーブン社で年と日本教育放送が作られてます。初めのところですよ。で教育っぽいじゃん。教育っぽい。教育ど真ん中じゃん、オーブン社。そう、それで日本教育放送作る。それが普通テレビ局、教育テレビ、あれ教育テレビで免許取り取り。っておっしゃってましたね。はい。だから民放の教育テレビです。もともとは。だけど普通の放送局面で切り替えたんです。で当時オープン社は業績が悪化してきたんです。それはなんかバブルが崩壊して不動産ビジネスに手を染めて失敗したんです。地価が暴落して借金返せなくなって虎の子のテレビ局株を売ったりしてたんです。文化放送とか、そうじゃないとか、その朝日テレビ朝日とか株を取ってその株をマードック3連合が、それで 20% ポスト外資で買収されんじゃねえかってなって大騒ぎ。でそこでテレビ業界がその政治に働きかけて、で 20% 以上外資に買わせないと法律を作る、放送法を改正してっていうのが実は後から話に出てくるんだけれども、でそうやって経営をしていたらどうなるか分かります？テレビ、そう、フジテレビ上場してますよね。上場してて、うん、でそういうそのもう要は自分たちの支配力を、要は経営者の支配力を上げるための資本政策をやってるわけです。上場配信で、なんか業績を上げようとか、そういうのと関係なしにやってるわけで、自分たちがこの会社を支配 しやすくするためにその上場したりとか増資したりとかやってるから、資本効率がめちゃくちゃ悪いんです。あ、つまり株主から扱ったお金は株主を儲けて株主にたくさん配当で還元しなきゃいけないのに、なんか自分たちの私利の私利私欲のために使ってるから、その傾向率が悪いっていうふうに資本市場では判断されて、結果どうなってたかっていうと、持ってる現金よりも時価総額が低いみたいな状態になってたりとか、あるいは日本放送ってラジオ局で業績が悪いじゃん。だけど実際はフジテレビの株を 25% 以上持っている親会社なわけですよ。だからフジテレビの株の方が全然高い。例えば日本放送っていうのは当時時価総額2000億ぐらいだったかな、2000億いかないぐらいだったと思うんだけど、日本放送は。だけどフジテレビの時価総額4000億超えたりとかして、買い持ちだったんですよ。だから要は日本放送ってフジテレビの株以下の価値しかなかった。業績はもちろん評価されてないし、もうこれからダメになっていくだろうって思われてた、ラジオ局で。そこに目をつける人たちで、それ
それ最初に目をつけたのが村上物言う株主村上そこに出てくるんですね。で、密かに株を買い集めた。それ1990年、もう2000年代あ、もうこれ2000年 代、 もう2000年代の話、うん、2000年代になって村上ファンドが株を買い始めたんですね。でそれはその親子逆転してるわけじゃない。でフジテレビ株の価値だけでも日本放送は割があるっていうふうに彼は判断して 買い集めてたわけです。でそれでもう日枝さんにこの値段以上で買えっていうふうに言ってきたんです。でしかもそれにはじゃあからくりがありまして、要は20% 以上外資が持てないでしょ。持てないですね。だけど実際は持ってたんですよ。持ってたんですか。ちょっと待って。日本企業の名義を借りて、金は俺出すけどお前の名前で持っとけ。それはいいんですか。それはいいんです。まあそっか、できるのか。そう、俺はお前にお金貸すからお前の名義で買っとけ。ただし担保に入れる、はい、っていう形で間接的に外資がフジテレビの株を 20% 以上持ってるんですよ、すでに。なぜかっていうとパフォーマンスが悪いから。これだけ儲かってるのに経営効率が悪いんで株価が上がらないんですよ。だから割安な株になる、超割安な株になる。日本放送のフジテレビ買える人から取ったらめちゃくちゃ素早く買える。そうなんだけど、名義書き換えができないから 20% 以上外資が持ってないように見えたんだけど、実際は 30% とか持ってるんです。で、外資は儲けるために持ってるから、儲けられると思ったら売るわけです。十分にこれぐらいリターンが返ってくれば、ただ儲けるために持ってるんです。そういうのも村上ファンドを買い集めてまとめて日枝さんと言って、お前これ以上値段で一本損ね、日本を参加したいんだろうって。で、乗ってる、はい、でもフジテレビ買う金がないんですよ。足りないんですよ、まあ、持ってる預金と。でも逆転させるためにも今めちゃくちゃいいですよね。うん、だから NSCD、 ムービングストライクコンパチブルボンド、すごい複雑な仕組みの、はい、資金調達手段で、株を売るというか資金調達で1000億とかしたんです、ね、で、その MSCB を使ってやるとその株価に連動してその転換価格って言って、要は転換社債っていうのはお金を最初は貸してる状態になる。だから貸し付け金と増資の中間、合いの子みたいな。増資は返さなくていい、借入金を返せば、それのなんかいいとこ取りみたいな仕組みのちょっと特殊なやつ。転換社債ってのは CB バチブルボンドなんですけど、それのムービングストライクって言って株価によってその転換価格が変わる。ムービングそこは動かない。そうで、会社にとっては株価を高値で推移させれば高い値段が転換されるんで有利。でも株価が下がりすぎるとめちゃくちゃ株数持ってかれるっていう、まあ投資家が有利な仕組みなんです。なんで売りやすいんです。だって売りやすいところ資金調達しやすいところです。だからフジテレビのようなその株主のことあんまり考えてないような会社でも調達できるんです。それで MSCB で資金調達してその株を買おうとしてる。そこに出てきたのがアイブドアです。ついに来た。ついに来たんですよ。ここまで45分かかった。難しくなってきたね。え、ちょっと待ってください。そういう風に出てきたんだ。そう、じゃあ、そうしていいですか。はい。今、日枝さんってその当時、どこのポジションにいるか。フジテレビの社長です。大元も全部ですよね。はい、株主で、その方が、で、まだ日本放送の上ですね。そう。で、村上さんとが、買ってて、今目の前に日本放送の株をね、の 30% が目の前に提示されてる状態ですね、日枝さんの前に、うん、で、これを買うことができたら、うん、逆転できるとそうの手前まで来てた。はい、
ファンドは安く買って高く売って儲ける。どっちにでもいい。だからフジテレビが高く買ってくれるか、ライブ動画が高く買ってくれるか、どっちか競わせとか高く売れるじゃん。そっか、どっちにしろ売ることは決めてるから、うん、高い方がいい。そう、だ盛り上げた方がオークションになるんですよ、実質的に。盛り上げた方が高く売れるんじゃん。で、彼らは買う。で、両方にいい顔をしてから売りに来たんです。で、うちも同じくその MSCB っていうのを使って800億近く調達して自己資金合わせて1000億で日本その株を買いに行ったんです。はい。で、その時に、まあ実はTOB ってやり方でもうフジテレビが日本放送の株を買うっていう宣言をしてるんです。一株当たりいくらで皆さん株を買い取ります。公開で実際にさっき言った通り 20% 以上会社の株持ってるから、あと村上さんも持ってるから、要は彼らはただ儲けたい人につなげるから利益が出ると思ったら売るわけですから、だからそこで MSCB で調達したその1000億とかでその日本放送の株を買って、で、あのフジテレビの親会社の持ち株比率を下げれば、そしたら 25% 以下にして、で日本放送名実ともにフジテレビの子会社というちょっともう最後の仕上げですよ。要は鹿内宏明を追い出して社内固めをして上場して鹿内家の株を薄めてして、やっと自分がその主っていうか、ね、社長のフジテレビが名実ともに富士山系グループの頂点です、うん、っていうところの最後しそう一手のところに僕たちが出てきて、なんでそこ出ちゃったの。え、それ村上ファンドです。結構なところに足を踏んでるんです。なんですけど、まあ、元々そのフジテレビの親会社は日本放送を知ってて、日本放送の株価って低いなと思ってたから、まあ、買えるチャンスがあったら買おうかなとかって思ってたけど、まあ、そんな金はなかったんだけど、まあその MSCB で1000億調達できたからこれ買えるかもしれない。すいません、はい、その当時はここまで今まで語ってくださった日枝さんのいろいろとかっていうことはご存知だったんですか？あんまり知らなかった。知らずに行ったんだ。だって知るすべないじゃん。今みたいにウィキペディアとかないし。刑罰は読みましたよ、途中で、うん。もうほとんど末期の時に読みました。これ読むの、何どころ、どこ転ばせるか。いやすごいな。決められた会社だ。あの、フィステレビで放映されてる華麗なる一族ってあるでしょ。ドラマが、キムタク主演。あれみたいな感じですね。ドロドロが。それで最後の最後で TOB って言って公開あの買い付け、公開株式買い付けってやつなんですけど、テイクオーバーって言うんですけど、これをやってる最中に実はライブドアは時間外取引であの株を買ったんです。これルールが決まってて、で市場外で市場とか株式市場。市場外でまとめて 5% 以上の株を買うときは TOB をしなきゃいけないルール、それはだからこそこそ株を買い集めたりするのを防止するためにあのそういうルールがあるんですよ。でそれを TOB をやったわけです。時間してるぐらいぐらいで、ライブドアは実はその TOB ルールの抜け道がある。はい、市場内なんだけど時間外取引、大阪市場で買う、市場の中でそのオークションがずっと行われてるんだけど、それとは別にその大口の取引をやるための仕組みがあって、それを使うと市場内取引になる。だから市場内取引であれば TOB やんなくていいんですよ。はい、っていうルールなんです。これルールの話だ。でそれをちゃんと金融庁に事前にノンアクションレター制度って言うんですよ。匿名でこうこうこういうことをすることは合法か違法かを教えてくれる制度なんです。あ、それは匿名で出せる。そうで、それは2002年に小泉内閣の改革の
一つで、ベンチャー企業がこれまでやったことのないような事業をやるときに、これが合法か違法かわからない状態になって、後から取り締まられると大変じゃん。チャレンジしにくいじゃないですか。だからチャレンジしやすいようにそういう仕組みを作ったんですよ。それを使って、この市場内とポストネット1って言うんですけど、ポストネット1を使ったブロック取引って言って、大口取引は、あの市場内取引ですか、市場外取引ですか、いや、これは市場内取引です。で、現地をもらって、TOB ルールは市場内取引に適用されないので、それで、その、村上ファンドとか、が紹介してくれた、その、海外投資家から買ったんです。まとめて。それでも 30% 以上、3分の1を買っちゃったんです。ババッ。いやだからそれでもう寝耳に水ですよ。もう準備中ですよ。受け付けるな。準備中とかもう金曜日やってるわけですよ、ね。はい。それでもちょっと高い価格で買ったんです。そしたら向こうがやる手はもっと高い価格を出すで TOB をやれば。そうですね。でもうちは売らないじゃん。でどんどんフジテレビの TOB 価格よりも高いところで市場で株をどんどん買うわけです。ただ、僕たちは誤算があって、村上ファンドが協力するって言ってたんです。つまり、村上ファンドが持ってる分は10何パーかあったんだけど、それは売らないで、そのライブドアに協力しますよ。という前提で50パー以上を共同で取りに行きましょうみたいな話だったのが、最後の最後で売られちゃったんです。もうなんか、そう。34%じゃなくて、もうどんどん買い集めていって、まあ、40% ぐらい取ったら、もう村上ファンドと合わせて 50% 以上取れるからいいよねっていう選定で金を調達してたんだけど、足りなくなった。なるほど。村上ファンド売っちゃったから。それで、うわー、50% 以上取ったんですよ、一時。結局だから、もうギリギリで、その、金を借りたりとかいろいろやって資金繰りして 51% までを買い進めて日本放送子会社化したんです、うち。なんだけど、いや、そっから要はその日本放送は 25% 以上持ってるわけです。だけど 50% 持ってないわけです。どんどん進められちゃったから 30% 弱ぐらいしかないんです。だから直接それでは日本放送は変えられます、いろいろできるんだけど、フジテレビはもう何もできないです。何もできないっていうか、フジテレビの株をさらにまた 20% ぐらい買わなきゃいけないんですよ。あー、フジテレビはもっとでかいんで、さらに1000億が必要になるんですね。なるほど、うん、そしたらどういう状況になったかっていうと、フジテレビがいろんなところに圧力をかけ始めたんです。うん、というのライブドアと取引するな、そんなことできるんです。強いんです。テレビ業界とかもう全部つながってるんで。だ大企業から広告とか受注とかがなくなった上に、リースすらできなくなったんです。だからそのコンピューターとか、高価なコンピューターとか、うちはような10億とか20億とかリースで借りてたわけです。それがリース契約の更新を行わないとか、そういう圧力をかけられる。そう、それで、まあ、このまま日本放送は支配できるけど、フジテレビまではまだ2年とか時間かかるよねみたいな感じをしてたところに、北尾吉高さんっていうね、SBI っていう投資会社の社長がホワイトナイトっていうのに現れるんですよ。ホワイトナイトってのは株式ですね、M&A だって言って、あの買収されそうな会社に協力する人をホワイトナイトって言うんですけど、すごい特殊な取引をして、フジテレビの株を買いに行くとしたんですとか、その様々な買収防止策を打たれたんですよ。だからライブドアの資金力が何年も持たないように、その例えばそのフジテレビと SBI で一緒に出資してファンドを作るとか、その
フジテレビに現金がなんかだんだんなくなるようなことをやったりとか、いろんありとあらゆることをやって、そのガビドが買収しにくいような状況を作り出したんですよ。そうそうそう、だから結構業績も伸びないし、株価も低迷するし、やばいってなって、最終的に、まあ、そう兵糧攻めみたいになってで、あのテレビ業界はやばいんだぞみたいなことをすごくやって、結局さっきのマードックさんと孫さんも買った値段に出るんですよ、圧力をかけられて。テレビ朝日買収失敗したんですよ。そう、外資規制もかけられて、でどう最終的にどうなったかっていうと、ピクサーみたいな人が現れて、俺がヒエだと円を取り持って、ついては買った値段で売れた。いろいろその諸経費かかってるのに、そんな関係ねえから、お前ら売れ。そしたら全てことは丸く収まるみたいなこと言われて、マジでやばいなと思ったんだけど、最終的に和解をします。で、条件としては、400億、ライブドアに出資しなさい。で、金をあげろという条件で和解するんです。それで買った値段になるんです。440億ですかね。で、まあ、それで業務提携してやっていきましょうみたいな話になったんだけど、まあ、フジテレビからしたら440億分取られたみたいな感じじゃない。まあ、それで離婚が残りながら。しても持てたじゃないですか、離婚を。でもそれを売るから、ね、最初フジテレビに売ったから、ね、で、うちは440億分取りましたって話です。増資できましたって話です。それで一応圧力が止まり、表面上は友好関係っぽくなったんだけど、めちゃくちゃ恨まれてるっていう。まあでも結局その日枝さんのフジテレビ子会社、日本放送子会社計画は成功しました。そうですよね、はい、A さんが売った時点で成立ですね。そうです、そうなんです。そこの目標が叶ったけど、中国も痛いな、なんだあいつら許せんなとかっていうものがマグマのように渦巻いて、裏でどうなったのか分かりませんけど、僕はその何ヶ月どこに捕まります。あのテレビ局に手を出して、あの金をぶん取るととんでもない目に遭わされるっていうのは、そのフィクサーの人が言ったことは本当だったっていう。あ、フィクサーのことおっしゃってたんですか。言ってたじゃん、だってお前はだから買った値段で売れば全て丸く収まる。それは俺が吉内に取り掛からってやるからって言われて、うん、そんなことできるかいって言って突っぱねて、まあ、和解をしたわけですよ。金が持たなかった。だから正解はそれこ そ, そのさっきの産経新聞の当時の社長の住田さんとかの申し出を受けて、ありとあらゆる手を使ってフジテレビを買収しなきゃ。ここまで行くことが実は最善ってことですね。そうですね。それはでも可能だったんですか、圧力が下がったんですか。まあ不可能だったかっていうと、そういうわけでもなかったかもしれないなと思います。状況的に。そうそうそう、粘って何年も粘れば大丈夫だったかもしれません。それは分かりませんけど、はい、あ、その後ね、何が起こったかというと、ライブドア事件を契機にして放送法がまた改正されて、ちょっと待ってください、ライブドア事件が何年ですか。2006年に、あの認定放送持ち株会社制度ができて、テレビ局再編のための会社で、要は傘下に7局分かな、地方局でいうと7局分、キー局は5局扱いになるんだけど、をグループとしてその持ち株会社を作れるっていう制度です。で、それを使ってフジテレビグループを再編して、で、その認定持ち株会社、認定放送持ち株会社になると、34% 以上の株を特定の人が持てなくなるんです。まあ、つまり、買収されなくなるんです。え、じゃあもう今テレビ局って特定の人が持ってるんですか。
もう買収できない。あ、まあ正確に言うと認定放送持ち株会社じゃなければ買収できます。じゃ あつまり認定放送持ち株会社の下には 100% 子会社のテレビ局もあるんです。地方局とかがフジテレビの参加になってそれはできるんです。やっぱ放送局は放送局の株を持てる、あの支配できるんだけど、放送局以外は放送局を支配するなって法律ができてます。すごい政治力でしょ。じゃあ堀江さんのようなこと絶対にできないですか。そうなんです。2008年とかまでえ、その法律をどうもできるんですか。とか、まあ、テレビ業界放送ダメでしょ。民放連でその後楽天が DBS を買収しようとして、それを断念するのは日程放送持ち株会社制度が成立したからです。つまり楽天は買収できなかったんです。 TBS の株 20% 以上取得してたんだけど買収できなかったんです。で、いまだに家田さんはフジテレビジョンの取締役総代役としていまだに君臨してます。で、どうなるんですか今。もしじゃあライブを変えてもまあ、ライブ動画が何で買おうと思ってたかっていうと、それはね、テレビ局が持つ圧倒的なリーチなんです。さあ、スタンブリーは月額1500円でビジネスパーソンの音声聞き放題、そして動画も見放題ということで、一等賞。圧倒的に視聴者を。はい、皆さんこんにちは。では大好評の企画を本日もやりたいと思います、はい、教えて堀江さん。あ、なるほど。私とか、まあ、視聴者の皆さんが、うん、まあ、いまだに家田さんはフジテレビジョンの取締役総代役としていまだに君臨しています。どうなるんですか。いや、だから家田さんは死ぬまでフジテレビを支配し続けますよ。え、でもね、あと正直20年30年続くわけできっとないかもしれないけど、わからないよ。長生きするかもしれないですよ。そうですね、それは100歳を超えてもまだテレビの役員やってるかもしれません。もちろんそれは。じゃあテレビは、はい、ヒエラさんがいる限りは、うん、もう絶対に動くことがない。そうです。そうです。だからまあ実際にはどうなってたかっていうと、まあだからずっと変わらないわけです。1990年代の日枝さんがその現場で活躍してた時代からそのビジネスモデル変わらないから、今フジテレビってめちゃくちゃ大不振なんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。フジテレビの時価総額のほとんどは産経ビルの不動産価値なんじゃないかって言われてるぐらい、子会社に産経ビルってあるんですよ、はい、産経新聞社系列で。この産経ビルっていう会社は大手町とかの超一等地の土地を持ってるんです。で、それは戦後のどさくさで政府から払い下げを受けてるんですよ。新聞社ってそういう土地いっぱい持ってるんですよ。新聞社の政治力を使って安く政府の所有地、軍とかを使ってたところとかを安くもらってるんですよ。で、そういうのがほとんどの価値だっていうふうに言われてる。まあ、で、要はテレビ局って結局そういうもう全部サラリーマン社長になっちゃって特定の株主の影響も受けなくなっちゃったから、その経営を改善するっていうことをしなくてよくなったんですよ。でもテレビ業界って未だに人気でしょ、うん、だからテレビ局のさ社長とかやってたらさモテるわけよ。
こですか。モテるってその異性にモテるとか以外に人からモテるわけですよ。社長社長って言われるじゃないですか。リーダーさんの大人気ですよ。だからもうチヤホヤされるじゃない。それが嬉しいわけ。だからもうなんか経営効率を上げようとか、あと例えば世界に打って出ようとか、そういうこと全く考えないですよね。そうですよね。うん、今安定しちゃってますもんね、うん、テレビ。そうだからその IT 企業とかと本当はくっついてね、うん、ライブドアとかとくっついて世界を目指すっていうことも本当はできたはずなんだけど、もしじゃあライブドアを変えてたとしたら、うん、どういう方向になってってたんですか。そのまあライブドアがなんで買おうと思ってたかっていうと、うん、それはねテレビ局が持つ圧倒的なリーチなんです。リーチっていうのはすごい大事な指標で、どれだけあの多くの人たちにそのアピールできるかっていうのが大事で、インターネット業界の当時の課題はそれだったんですよ。当時スマホもないし、そうですね、せいぜいガラケー、ほとんどの人たちはパソコンでインターネットをつないでたんです。でやっぱパソコン使う人ってさ、やっぱ少数なわけよ、全体からしたら半分以下なわけですよ。せいぜい1000万とか1500万とかそれぐらいの人しか使ってなくて、その多くの人たちにパソコンを使ってもらうのって無理なんです。でスマホとか、まあ、そういうの、まあ、せいぜいガラケーなんだけど、まあ、ガラケーはみんな持つ。だからそういうのを中心にして、そのテレビ局って、要はフジテレビを1ヶ月に1回も見ないことってなかったですね。なかったですね。ね。なんで、まあ、ほぼ 100% 近いリーチを持ってるわけです。だからそのテレビ局の電波を使って、そのライブドアが展開するインターネットサービスに加入させる。で月額課金するというビジネスモデルに変えようと思ってたんですよね。っていうのは多分ネットフリックスってそうじゃん。月額100、2000円とか2000円で映画見放題とかってなっててみんな加入してるじゃん。でも言うてもテレビ局のリーチには全然劣るわけですよ、ネットフリックスでも。だけど当時の圧倒的なテレビ局のリーチを考えたら、その将来動画配信とかの時代も来るわけですよね。それに先駆けて、とりあえず会員登録だってさせとけば、当時はまあせいぜい尺歌の配信ぐらいしかできないけど、そういうのを使って会員化しとけばいいじゃん。フジテレビライブドア連合で、そのなんか全国3000万とか5000万の会員がいる月額制の月額980円のサービスとかって、なんかできそうじゃん。ね、なんでもいいんだよ。なんかモバイルゲーム。何でもいいの。なんかその SNS っぽいサービスとか、その通販とか、将来的には動画とか音声できるけど、当時はまだそんな動画とか無理だったんで、でもそれ以外のサービスができたんだなっていうようなサービスをやっていったら、要は月額1000円でさ、1000万人だったらさ、100億円じゃん、月。年間1200億じゃん。でもテレビ局って今、広告収入がほとんど本業は CM でも CM 一本足だほうだと、こういう不景気になり、そのテレビの力が衰えると広告収入って激減していくわけですよ。でそれは未来は絶対そうなると思ってるから、広告収益とその月額課金のサブスクリプション収入っていうのをベストミックスした会社を作るということがすごい考えず、だから欲しかったのはテレビ局のみんな動画コンテンツが欲しいんでしょって言ってたんだけど、動画コンテンツは金払えば制作会社が作ってくれるんで、だってさ、テレビ局が作ってんじゃないじゃん、制作会社が作ってる。そうですね、中にいっぱい制作会社があってそこが作ってるんですよ。タレントも全部事務所じゃん。そうですね、うん、だからテレビ局じゃないところが作ってるほとんど。なんでもちろん自社制作の番組とかもあるけれども、 NHK とかそういうの多いけれども、民放はやっぱり外注してるけど、だからそこに金払いを作ってくれる、別に動画コンテンツ別に作れるんですよ。リーチだったのか。そう、圧倒的なリーチ、知名度、これが大事なんですよ。でそれをうまく利用してインターネットサービスを広げて、月額課金させて、ネットフリックスみたいな、ネットフリックスプラスアマゾンみたいなものを作りたかったんですよ。月額会費制っていう考え方ってもう結構あったんですよ。そう、i モードとか普通に着歌サービスとかで月額500円で音楽着歌取り放題みたいなサービスあったと思うんですよ。そっか、
そうそう。それを動画コンテンツというか、そっちに持ってこようと。テラーさんが芸能界デビューした頃です。あの第一弾 DVD はライブドアップです。テラダユキ、ザ・ファースト。ザ・ファースト。だからそれ私多分ちょうどリリースしたのが2006年2005年です5年ですかね、うん、だからなんかそこがあって日本のテレビ局って強すぎてリーチが大きすぎて日本って衛星放送も流行らなかったんですよ、うん、CS ってそんなに流行ってないじゃないですか。海外とかやってる、海外はすごい流行ってますけど、まあ、日本はやっぱりテレビ局力がすごい強かったんですよ、ね。まあ、今でもまだそれなりに強いですけど、ね、はい、ただまあテレビ局買収できなくなっちゃった。もうできないってことですもんね。そう、どこの企業も困ったんですよね。そうだからね、でもね、面白いことにやっぱそういうこう企業文化ってあるんですよね、うん、企業文化って20年30年経っても変わらないんですよ。でもそれね、トヨタとかの時に、ああそうだよね、言ってたよね。ホンダとかトヨタとかどこにあるよねっていう話を。ホンダなんか創業者は死んでもホンダイズムやっぱ変わらないって言ったけど、だからフジテレビイズムもあるわけ。どうするんですか。だからドロドロの会社なの。だって鹿内さんが乗っ取り、日枝さんが乗っ取り、ライブ動画乗っ取りそうになった会社なんてじゃん。乗っ取られ企業です。それが続いてるってどうか。いや、だからまたあると思います、フジテレビ。テレビ業界もやっぱり動画がどんどんいってる、うん、いや、でも、とはいえ、ね、まず、憧れがあるじゃん、はい、テレビに出たいってなんか知らないけど、みんな思うじゃん、はい、俺なんかもう出過ぎちゃって、なんでこんなありがたがるのかさっぱりわかんないけど、みんな、テレビだったら、ローカル局の深夜番組でも喜んでますノーギャラでもいいですみたいな感じでみんな集まるじゃん。異常だと思うけど、それラジオでも変わんないじゃん。ラジオの方が最近大きいかもしれないですね、もしかしたら。いやでもさ、こんなさ深夜のラジオ誰も聞いてねえだろうとかって思うような番組にみんな喜んで聞きとして出るじゃん。はい、やっぱ YouTube とかより全然、だって YouTube のさ100万人いるチャンネルとかでもさよりもラジオの方が上だと思ってる人多いじゃんね、うん、だそれがやっぱブランド価値、歴史的な価値なんですよ。だからテレビ局ってそれは、まだまだ全然強いわけですよ。テレビ出れるっつったらホイホイみんな来る。じゃあそんな簡単に変わる業界ではまだまだない。そう、プレミアムっていうのはそれは以前に比べるとかなり落ちてますが、とはいえテレビ局ってまだ価値が僕はあると思うし、これから多分なんかまた業界再編の特にあのコロナとかでローカル局の経営がめちゃくちゃ悪化してる。でもなんかでさっき言ったでしょ、はい、認定放送持ち株会社じゃなければ買収できるんですよ。あ、そうだ。そうなんですよ。そっか、さっきの独占で買えないっていうのは、うん、認定放送持ち株会社だけなんです。だから地方局はこれから売りに出てくるかもし誰かが買うと。で俺意外と地方局って価値があると思ってて、だってテレビ局の価値ってさっきも言った通りブランド価値なのほとんどが、そのビジネスとしての価値というよりはブランド価値なんですよ。だブランド力が高いところをその安値で買えたらそれは儲かるんですよ。俺テレビ局のオーナーなんですよ。そしたら地元で結構モテるわけですよ、人に。いやしないですけど、そんな金ないですけど。いやいや、なんだけど、そういう風に狙ってる会社は結構あると思うんです。北海道あたりを狙ってらっしゃるのかなってちょっと思ってしまいました。だからさ、そういうこと言うとザワザワ。ごめんなさい、ごめんなさい。俺なんかもうほんとザワザワ。独立リーグの野球チームを福岡に作るっていうだけでさ、相当ザワザワしてる。してましたね。ツイッター割れてるなと思ってましたよ。でも、やっぱ作っちゃったから、はい、西岡剛監督兼、ね、選手来ましたし、ちょっとありえるのかなと思って皆さんの声が聞こえたんで一回質問する。ざわざわしちゃうんで失礼しました。でも、本当にそういうことがこれから起きてくるんじゃないかなと思います。
ジテレビの話はこれぐらいしないとね。はい、でも長かったですけど、きっとこれは皆さん聞きたかった話だと思うし、あの今までで一番の確かに超大作だったんです。これ実は1時間15分回してます今、うん、なんですけどやっぱ面白いですね、歴史のなんか、そう流れも面白いし。でもね、しかないさんの孫とかね、フジテレビにいたりするんですよ。え、今ですか？とかね、よりちかさん、若くして50代とかの女。え、私ずっと行方気になってたんですけど、うん、え、結構すぐにお亡くなりになられちゃった。何、10年くらい前かな、うん、なんかさ、ほんと華麗なる一族みたいな話だよね。すごくないですか？そうそうそう、だから春雄さんのご兄弟は一人は弘明さんの奥さん、そうそうですよね、は、まあ、もうロンド、あ、そうかそうか、そこで長女はあの荒木町で飲み屋をやってたらしいんだけど、その後の消息はちょっと分かりませんが、彼女らの誰かのご子息はその水産家グループにいたりとかするんですよ。だから鹿内生の方いらっしゃいますか？いや、今でも持ってるよ。大株主だ。薄まってる。ひろあきさんも大株主。すごい話ですよね。華麗なる一族です。いやお疲れ様でした。お疲れ様でした。すごい話でした。あの、この辺の顛末は、メディアの支配者っていう本が講談社から出てて、上下巻で結構分厚いものなんですけど、僕の話とかぜひ、これ以上詳しく知りたい方はメディアの支配者で、あの発禁になったり刑罰はAmazon とかでマーケットプレイスで多分またこの配信がされると値段が高騰すると思いますけど動くでしょうね。いやすごいですよ本当。あのもう世に出てる冊数が少ないから、あのすぐこの話すると売り切れちゃう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで本日は以上とさせていただきます。ありがとうございました。当事者は分かったらやっぱり。じゃあスタンプリーは月額1500円でビジネスパーソンの音声聞き放題、そして動画を見放題ということで一等車。何？ノーテレフォンの大ファンなんですって言ったら絶対喜ぶと思う。毎日聞いてますって書いてあったら、なんで喜ぶかな。喜ぶ。もうオリジナル曲だからな。高橋由一チャンネル。泉内閣で省庁再編が行われましたがって書いてあるんだけど行ってません。すぐ調べればわかる話だったね。あのきちんと言ってきますけどね、まずどういう政権か、1996年の1月から1998年の7月まで橋本政権で、1998年の7月から2004年までおぶち政権です。で、2004年から2001年の4月までが森政権です。2001年の4月から2006年の9月まで小泉政権です。省庁再編が行われた実施日って2001年で森政権。ただし、森政権で案を出したら組織です。実はこういう時に、まあ、審議会の最終部分に出たっていうのは、それが審議会の最終報告が行革会議、行革会議の最終報告が出たのは1990年の12月です。ということは、この省庁
これ小泉さんが聞いたらね、はい、俺やってねえぞって終わっちゃうよ。そうです。正確に言うと1997年の12月に橋本政権の横浜会議最初に基づき省庁再編が2001年に行われましたがっていう、はい、時系列はきちんとますね、あの押さえておいてくださいねっていうのがですね、その効果、はい、まあ20年前の話だからね、あの何が効果ってあったっていうと省庁で縦割りをやめたって話だったんだけど、縦割りをやめるっていうことをやったんだけど、例えば厚生労働省とか厚生省と労働省が合わせちゃったんだけど大きくなりすぎて大変になっちゃった、あと国交省なんかは建設省と運輸省が合わせたんだけど大きくなりすぎて大変になっちゃった、で、縦割りが結構相変わらず残ってたんで、その後の、例えば消費者庁、消費者庁が役割の省庁なんでね、ここに作らざるなかった、だからそういう意味ではあのどんな、まあ、この省庁再編もそうなんだけど、その時は作られたんだけど、なかなかあのその思い通りに20年経っても思い通りになってるかっていったらそれは違いますよ。でそれはそんなもんです。それは別に20年前の話をね、まあ、この方もねいつだか知らないで言ってる話だからねそれはすごい昔の話をね、あの今から効果があったかというと、それはあの当初の効果は相当という必要もないです。でそれはそんなもんですよ。で別にないことがあったら大した話じゃない。あの要はこれ普段に見直していくのが多分重要なんでね。でその後も省庁の縦割りが大変だったからなんていうかな、あの、消費者庁を作ったりして、どん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 変えてるんだよね。でそれはそういうもんですよ。高橋さんは大蔵省これ誰でしょう。これ2001年だから、あの実はね、私その時アメリカにいてまあアメリカにいたから省庁の名前変わるのでって言ったんだけど、アメリカのだからアメリカで名刺も持ってるんだけど、実は英語はミニストリー・ファイナンスが同じだったから書いてあるか、日本語があのなんか大蔵省が財務省になるって言うんだけど、外人説明する時ミニストリー・ファイナンスが何も説明しなくて、ね、名前一緒ですって言っておしまいあの外国人なんか別に日本語の名前知らないもん、うん、だからそういう意味では何も何の変更もなかった。あれ名前持ってるよあだからあれ1個あれだよね、まあ、金融庁できる時に、まあ、あの銀行局、証券局、石油局、一部でこれが金融庁になくなったっていうのがあった。だから建物としてはそういうところがいなくなったから、あの1、2、3、4、5回やるのって4回ほどはもう残りだったって感じです。あ、そうです。金融庁です。あれはね、ちょっと変わってて、あの前、まあ、銀行局と証券局の時には、まあ、あの岸警局にいた人は銀行局に来てたりしてたんだけど、さすがに金融庁になってから岸警局から金融庁に来てるほとんどいない。そういう意味では、あのもうあのバイオゴルフになって、金融庁に入った人は金融庁に来て、あの財務省に入った人は財務省に来て、そんな感じ。そこはあんまりこういうようなコースは、まあ、ほとんどなくなって、さすがに、まあ、それでもね、前なんで、金融庁に行って戻ってきて、あの、財務省で役立った人もいるんだけど、ね、ちょっとね、でもあんまり多くない。まあ、そこの意味では、もう金融庁に入ったら金融庁の人って、そんな感じが。この理由はなくて、省庁再編っていうのは、普通はじゃないの、今回の、あの、市議会の話、労働者がちょっと向いてしまう。だから、労働者がいつでもそうなんだけど、窓口が広すぎて、実は一人でできないって、もう返事言われてるよね。だから、あの一人でできないっていうか、普通の政治家じゃ無理になって、官僚みたいな人みたいっていう話を、今、国防大臣が大きくて、この収益って大きくて、あとはもう雑官僚みたいな人間だしね。だから、その事務所の能力高いから、そういうのもないですし、その前の国防大臣の方とか、その前の、こう、ジャンプとかの話ね。だから、その雑官僚系を多くの時はね、そうだね。僕も聞けるか、実は。多少あれなんじゃないの、あんまり大きすぎて、あと予算も大きいしね、一人でやるのは大変じゃないの。だからそのために副大臣とかいるんだけど、副大臣じゃなかなか回らないとか、うん、そこからなんか、多少なんか縦割りっていうんだけど、まあ、あの省庁は多少分けたのもよろしいじゃないですかね。最優勝とか、そんなのどうかよ、今の岸政権で、こんな話がちょっとでも来てたらね。この動画バンされてね。バンされてね。なんかに圧力かけて、消しからんとか言われて。わかんないけど。
勝利にさせば、だから法律を通さなきゃいけない、理解を進めて抵抗する過程は裏方回り理解議員に引き付けて、これになったらうちは大変で、あの省庁が大変で、お宅の議員に来てメリットデメリットを説明しました。そうだから法律改正だから難しい、あの国の法律なんてないんだよ、ないんだよ、法律なんてないんだよ、はっきり言うの。でね、そういう総理がこの組織を言い終わっちゃうんだよ。これは普通の民間会社がそうでしょ。だから会社の中の組織なんて会社のトップがちょっとこっちの方に変えようって言って終わっちゃうでしょ。それこれこれね、中央制度を作ることによって各省が一定の実は国会を経由するので属金との数字を少しずつ回るために選手を制止する。これやってる国先進国まずないんだよ。はぁ、だから選手を制御で今は業務全体で引っ込まれて制限政府の決めすごく理解だし、もっと金融の改正をしなくてその時の総理大臣ということで、ご視聴ありがとうございました。じゃあおやすみなさい。じゃあねー。